じゃあお邪魔します。コースはどれ走ればいいんですか？なんでもいいんですけど。はい、なんかステアリングが太いですね、これ。純正のやつに自分で、このカバー、巻きました。ほー、中華製なんですけど、2000円で売ってるんで。ほーほーほー、なんでちょっと右目が。ほー、操作感がだいぶ変わりますね。はい。こんだけ太くなると。あー、なんか純正がツルツル滑っちゃって。はいはい。なんとかしたいなと思ってそれ買ったんですけど。ゼッケン13番1分03秒。なんかね、ちょっともう持った瞬間に操作しにくいなって。いやー、そう言われると変えようと思います。あ、そういえばタイヤ効いてなかった。まあいいや。なんか本当にリアが結構出ますね。テールハッピーですね。はい、バランスが悪いです。で、ABS も結構介入しますね。ごめんなさい、これ中古モーター入れちゃって。ほう。あ、なんかパッドと当たりが悪すぎて。あ、そういうことなんですか。この ABS みたいな挙動。そうなんです。ダメっすね。じゃあ ABS が効いてるわけじゃないんすね。もっと強く踏めるんですね。多分踏めます。ごめんなさい、ちょっと中古ローター、安かったんで買ってみて。やったら思いのほか車でバリ取れなかったみたいな。一回研磨かけた方がいいんでしょうね。3000円で売ってたんでちょっと手出しちゃいました。たまにディーラーとかでも研磨やってくれますよね。ABS じゃないと思います、多分。はい、わかりました。難しいっすね。罠っすよ、これ。あ、曲がんねえ、強いブレーキ踏めねえとかって思いながら。でも、あそこまで横地立ち上がって、はい、じっとするとスピンしちゃうじゃないですか。ああいう姿勢の維持の仕方があるんだなって、すごい、なんか、今、得るものが多いで。あ、そうなんですか。はい、私は全然ダメな走りだなと思いながら。あそこで僕だったら、多分アクセルでごまかしちゃったりする。ちゃんとこうカウンターグッてこう行き過ぎないように、ちょっと寸止め感がちょっとなんか今なんか、あ、そういうやり方もありなんだ。じゃあよかったです。やっぱ食わないですか？ちょっと食わないですね。こういうのって結構、はい、このステアリングだけでも変わるんですよ、印象って。あ、そうなんですか。はい、ステアリングね、意外に大事なんですよ。よく言うじゃないですか、自分の一物と同じぐらいがいいって。はい、だけどま、あんまり、ま、あ、本当にそれがいいんだかどうかは知らないですけど、太すぎんのもね、やっぱね、多分細すぎんのも嫌ですけど、操作しにくいっすね。感が出ちゃうから、これ以上踏んじゃダメなんだって思っちゃうんだけど、踏んでいい、むずいなそれ。そうですか。今ちょっとサスをもう手出そうかなと思って。はい、まあ、IPO とかオリジンとか入れようと思ってるんですけど、これでも大丈夫な気しますよ。あ、ノーマルサスで。うん、今のこのタイヤだったら。あ、タイヤをもうちょっとグレードアップするとまた話が変わってくるかもしれないですけど、はいはいはい、このタイヤだったらまずローターです。まず足より。どうします、まだ行きます？6コース見せてもらっていいですか？はい、これもなんかおかしかったりしますか？全然。いや、おかしかないですけど、リアタイヤのグリップは低いですね。
です、怖いんで。色の位置がいまいち分かんなくなってしまった。はい。そうですね。もし私が帰るならローターとステアリングです。了解です。はい、じゃあここで。はい、ありがとうございます。はい、お邪魔しました。